はい、どうもピアキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。少し前にさ、マリオをイメージした任天堂スイッチの本体が発売されたじゃん。確か2月の12日発売だったと思うんですよね。あれめっちゃ可愛いよね。マジで買い替えたいぐらい可愛いんですよ。まあ、といっても、まあ、僕が一番欲しいのは動物の森のさ、あのスイッチの本体なんですよ。あれめっちゃ可愛くね。お、矢印で恐竜みたいなのになってる。これはすごいね。初めて見たぞ、こういうコース。ちょっと待ってね、ルイージ大丈夫、ルイージ大丈夫だから、僕がきっと連れてって行くからね。オッケーオッケーオッケー、これ上だね、上。オッケー、ルイージ信用して、ルイージ大丈夫大丈夫待って、そこでやられんのか、ルイージ。うわ、待って、信用してくれたね、ありがとうルイージ。もう一回連れてってあげようかな。あ、ルイージギブした、ルイージ。ごめんルイージ、僕のせいでしょきっと。うわー、なんか申し訳ないことしたな。まあいいや、ルイージ君の分まで勝利をものにしてみせるから。上だね、上、こっち。オッケーオッケー、次はこのブンブンね、ここで勝ってみせよう。ルイージのために勝ってみせる。このブンブンを倒して鍵をゲット、鍵をゲットしていく。待って、これはまずい、負けるんじゃないか、これは負けるんじゃないか。大丈夫、これは上、よし、オッケーオッケー。でこのまま右、もうこうなって、やったぜルイージ、お兄ちゃんやりましたよ。そういえば最近ね、よくあのショート動画から来ましたっていうコメントがね結構多いんですよ。でそっからなんかね、まあ、ずっと見続けてくれるみたいな、まあそういう方がね結構いらっしゃるんですよね。いや本当にね、どうもありがとうございます。最近じゃショート動画から来た人の方が多いのかな。ツイッターもですね、結構フォローしてくれる方がねちょいちょい増えてきてるんですよ。もうなんていうの、もう俺しかないよねもう俺しかない。どうもありがとう、マジでみんな。最近こんなばっかですけど、うん、ほんとありがとうね。僕ね、あのツイッターじゃさ、うん、動画の告知っていうのは全くしないんですよ。まあでもちょっと顔出しとかはねツイッターではやってるんで、僕がどんなやつか気になるっていう方はですね、ちょっと飛んで見てるだけ見て、ちょっと恥ずかしいんですけどね。ちょっと待って、ルイージ信用して、ルイージ、またルイージ優しい。なんて、なんなのあの弟、あんな弟欲しいわあんな弟ちょうだい、僕をリアルであんな弟欲しいわ。兄ちゃんすぐ、待って、ルイージのためにゴールする。ルイージやったよ、お兄ちゃん負けたけど、これはどうしようこれは、あれ、え、どうした、え、なんでギブしたの、え、は、優しすぎない、あの子。ありがとう、今日弟が優しい日だね。いや、そろそろね、あのスーパーマリオメーカー3出てきてくれてもよくない？まだ早いのかな？いつ頃出るんだろう？任天堂に問い合わせる？ちょっと誰か問い合わせてコメント欄に書いてて問い合わせてきましたみたいなマジでかみたいな。待って、さっきからあの子何？ずっとギブしかしてないね。あ、やべ、お兄ちゃんを倒しました。私ルイージ弟、外役ルイージでしたね。私は外役ピオキングになり下がりました。ここで待ってね、もう、うわ、待って今助けたよね、今助けたよね、待ってくれてもよくないね、ジェゲブヤ。そのマリオメーカー3でなんか追加してほしいコンテンツっていうのはね、あるんですよ。まあ、このみんなでバトルはね、もちろんあってほしい。あの、マリオメーカー3が出てもね、やっぱあの、ヒューリーワールドとかあるじゃん。あれのね、感じ、あんな感じの 3D コースで出てきてほしいな。バトルとか、ステージが。多分面白いと思うんですよね。これ、3段ジャンプして、ここでアイテム、アイテムじゃねえのか。お、でもまだチャンスあるね。全然、まだ、後ろ迫ってきてないよ。で、その 3D ワールドで、まあ、あったら、面白そうかなって思うんですよ。全然いけねえ。待って、ちょっと集中します。ほっ、まだ後ろ来てないね。オッケーオッケー。待って、抜かれる。いや、危ねえ。これは、ちゃんとこうやってしていいかな、危ないよ。オッケー危ねえ、もう。よし、お、また RST10 さんいるよ。絶対ギブアップする、あの人。ほんとマジでギブアップすると思う。何がしたいんだろうね。ほらほらほら、ね、謎すぎでしょ。え、何なのあの人、ほんと。お、マリオいい人だね。ヒップドロップしない人、ヒップドロップしない人なんかいい人多いよね。なんかそんな感じするんですよ。オッケー、ね、じゃあ、あのマリオ一緒にゴールしたいね。なんかメカクッパステージって書いてたんですよね。多分だからメカクッパが、このメカクッパがね、いっぱいいるような感じかな。これ、うわ、待って、オッケー。で、次こっちだね。
マリオ来てらっしゃる、一緒にゴールしよう。オッケー。でこのまま危ねえ待って、一緒にゴールしよう。せめてマリオ、マリオ待って、取られる。危な、頭割れてんじゃん。マンティーマッシュルームスカイ、今日バトコー全然ないね。なんか4人用コース全然ないね。まあそういうのも楽しんでいいんですけどね。おっ、危ねえこのキラー危ないな。これさ、爆弾いらないね。多分右に行けると思ったんです。これいい感じでいける。うおちょっ、オッケーオッケー、うまい、うますぎ。たまたまだけどね。ここでアイテム取っていく。あ、どうしよう、アイテムいらない、もういらないんで。あー待って、火が出る、火が出る、危ねえうわ、これは上行った人の勝ちだね。上行った人の勝ち、上行った人の勝ちだぞこれは。次ヨッシーに乗ったままゴールね。これヨッシー出るんじゃない。いや、ちょっと右行きますね。先にドア入ります。あー、なるほどね。これヨッシーに、あれみんないねえじゃんえ、どこ行ったの。あー、ヨッシーをどうかして手に入れてくる感じかな。今のはしょうがないね。っていうか最後にクッパいたの多分みんな知んないでしょ。多分知らないと思うんだよな。あ、キノコ取ろう、キノコ取っていきます。で、なんか上にさ、ヨッシーいるんじゃない。で、ヨッシーを持ってきて多分どうかせみたいな。うわ待って、やべえ、そうしてくると思った。これマジ変えられたの悔しいな。あ、これ危ない。あ、オッケーオッケー、中身がある。はいはい、よしよしよし、オッケー、キノピオララバイ。待って、マリオ、うわ待って、ごめん怖いあの絶対なんかしてくると思ったもんだって。じゃあこのままジャンプしていこう。あ、このね、キノコはマジ大事にしよう。多分先でなんかあるよ。あら、あ、これ、オッケー。そしてここで、あー、これか、この子ね、この子に乗ってゴールすればいいっていう感じでいいよ。みんなこれヒップドロップないからね、奪われないもんね大丈夫大丈夫。でこのまま行きます。これヒップドロップないよマリオ。あ、でも奪われるかもしれんみたいな感じでしょ。これはちゃんと倒そう。待って、邪魔くせえ、邪魔くせえオッケー、これヒップドロップないからいいね。これこのまましたらいけるでしょ。あははは、待って、危ねえもうみんな、みんなヨッシーがそんな欲しいか。いや欲しいよね。待って、邪魔くせえ、邪魔くせえ、オッケー、ヨッシーみんなこれ欲しいでしょじゃあねじゃあねマリオなんかめっちゃ挨拶してくれるで。あ、待って、マリオ、マリオごめん、違うんだって、マリオ違うんだって。うわ待って、違う、マリオ違う。あ、待って、もう間に合わん。ちょ待って、マリオごめん、一緒に行こう。邪魔はしないから、邪魔はしないから、マリオ大丈夫、僕は邪魔しません。オッケーこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。